ユー・クラヨーバ1948は、ルーマニア・クラヨーバを本拠地とするサッカークラブチーム。リーガ1優勝4回、カップ戦優勝6回を誇る古豪。近年は、育成を重視し、有望な若手を輩出している。クラヨーバにおけるサッカーの歴史は、クラヨーバン・クラヨーバと、ロビン・ネグリビタ・クラヨーバが結成された1921年まで遡ることができる。 1940年に、両クラブが合併し、FC、クラヨーバが誕生。1942から43年シーズンには、リーが一応制したが、第二次世界大戦の最中だったのでルーマニアサッカー、連盟は公認しなかった。1948年、ついに教員と学生の後押しで、ウニベルシタテアクラヨーバが誕生した。1982から83年シーズンは、 クラブ史上最高の成績を収めた。コンスタンティン・オチェットとニコライ・エイバンのもと UEFA カップでルーマニアのクラブとしては初となる準決勝進出を果たした。全シーズンイタリアセリエ A2 位のフィオレンティーナ、フランスのジロンダンボルドー西ドイツのカイザースラウテルンを下し、準決勝では過去に UEFA チャンピオンズカップを2度制したポルトガルのベンフィカと対戦した。 二戦とも引き分けに終わり、ベンフィカがアウェー戦で得点したため決勝進出を果たせなかった。イリエバラチ、ロディオン・カマタルだけでなくステファネスク、クリシャン、ゲオルガウ、ルングといった UEFA カップ1982から83、準決勝に出場した選手は、クライオーバマクシマと呼ばれるようになった。ソリン・カルトが監督に就任し、ルーマニアカップを制した1991年以降、 ディビジアへの注意クラスのクラブになり下がり、かつてのパフォーマンスが見られなくなった。2004から5年シーズン終了後クラブ史上初となる二部降格を味わったものの、1年で一部復帰を果たした。2011年7月、ルーマニアサッカー連盟は、クラブの財政に問題があるとして、一時、資格停止処分としたが、2012年5月に追放され、2014年9月に正式に、 破産宣告を受け、クラブは一度消滅した。2017年にクラブは再結成され、4部リーグへ所属することとなった。ありがとうございます。